どうも皆さんこんにちは、こんばんは。猿頭トリートメントです。昨日、アプリラボについてですね、動画をアップさせていただいたんですが、その動画をアップした後にですね、コメント欄でね、いくつかご情報をいただきまして、こちらの方でも確認した結果と追加でお伝えした方がいいなと思った内容がありましたので、至急動画を作らせていただきました。アプリラボの対応ゲームはサイドクエスト経由で見ていただくのが一番簡単だというふうにお話をさせていただいたと思うんですけども、サイドクエスト経由ではダウンロードできないアプリも存在しましたので、他の方法も合わせてざっくりですがもう一度紹介したいと思います。大きく分けると今4つ方法があります。サイドクエスト経由、オキュラスストア内でのタイトル検索してのダウンロード、それからホームページなどに記載されている URL からのダウンロード、コードを入力した上でのダウンロード、2番以降の方法だとどのソフトでもおそらく対応ができると思うんですが、タイトル名をしっかりと確認したりとか、URL のリンクを探したりとかね、対象ソフトが何なのかっていう細かい情報を調べなければダウンロードができないんですよね。どのアプリがアプリラボに対応しているか随時更新してくれるようなホームページがあればね、すごく分かりやすいんですけども、今のところはちょっと見当たりませんでした。もし何かそういった情報あればですね、コメント欄に書き込んでいただけるとすごく助かります。1番のサイドクエスト経由なんですけれども、なんとですね、クエストのブラウザも対応していることが分かりまして、クエストブラウザで、サイドクエストに接続をしてアプリラボのアプリをダウンロードすることが可能です。この方法は僕が紹介したスマホを使っての方法よりも楽なので、ぜひ皆さん試してください。ただ最初にお伝えした通り、一部アプリは表示されないものもありますので、その点はご注意ください。以上、駆け足にはなりましたが、追加情報をお伝えいたしました。情報を提供してくれた方々、本当にありがとうございました。こういったコメントをいただくとすごく助かります。というわけで、また次回の動画でお会いしましょう。